電話ついてんじゃん。非通知でかかんないからね、俺、番通じゃないと。もしもし。なんで絡んできたんですか、ツイッターで関係ないのに。関係ないし、関係ないけどいいよ、別に配信者に絡まれるのは日常茶飯事なんで。で、俺、引用リツイートもしてんだわ、ツイッターでも。でも、直接俺には何にも言ってこないじゃツイートしたやつですか？ん。そう、俺してんだわ、引用リツイート。そのツイッター見てれば多分わかると思うんだけど、ね、今になってじゃん、電話もこうやって。で、しかもさ、リスナー煽るようなことも言ってるよね。なんか、リスナーは何？のりゆきリスナーだったら、のりちゃんが絶対だと思ってる、どうのこうのって。言いじゃあまし一つた。言うけど、俺のことが絶対だったらあなたのツイッター荒れてないんだよ。俺のことが絶対じゃないからあなたに荒れてるの分かる？何でもかんでもリスナーを全員を絶対だと思われたことが気に食わないからあなたにそんなことねえっつって絡みに行ってんだよ。な、これがもう言ってる事実こじゃとないはこ分と分かるよな、お前のツイッター見たら。確かにそうなんですけど、私、その後のそのリスナーさんのやり取り、他のそなえちゃんたちとかのやり取り見て、私が一番怒ってたのは、なんか、全然関係のない、その話の中で関係のない、まあ、キモいとか死ねとか、あと音楽性についてとか、そういうことを関係ないことを実するじゃないですか。いや、それあんたのつぶやきに書かれてないじゃん。じゃあ、それでいつや、ぶやけば。私が怒ってそれを言ってるんですよ。じゃあ、それつぶやけばよかったじゃん、じゃあ。じゃあ、あんたのつぶやき読み上げましょうか。じゃあ、何つぶやいたか。全然読み上げていただいて。あんたのつぶやいたのって、まずそもそも、遡ると、自分から、なんかのりちゃんが怒ってるけど、これ普通に考えてみたら、さなえちゃんはのりちゃんたちが演奏する企画自体知らないで DM 来たからそうつぶやいたんじゃない。そこでリスナーさん含めて怒るわけ？のりちゃんリスナーさんはのりちゃんの言うことが絶対なわけなんだし、すぐターゲットにするでしょってこれつぶやいたよね。少なからず私、肩を持つと思うんですいよ、や、正つ直。ぶやいたよねって言ってんの、俺まず確認つ取っぶてんやだきましわ。たよ。俺これにものを言ってんだよね。俺これ引用リツイートしたんだわ。知ってる知らないとかの問題じゃない。知らないのは仕方がない。だって俺、さなえちゃんって人絡んだことないから、俺のことは知らない可能性はもちろんある。ニコ生やってるからって言ってね。別に俺はそこは天狗じゃない。知らないことが悪いとは言ってない。でも知らなかった後の対応が悪いって俺言ったんだわ。うん、それ、あんた返してないよね。俺それ一言だけ言ったのよ、引用リツイートで。別にリスナーのことにも触れてねえんだわ。だけどこれ見たリスナーは別に俺のことが絶対ではなくて、ちゃんと賛否も物言えるリスナーからすれば、全部含めてイエスマンと言われたことに腹が立ったからあんたのところにリプライ飛んだんじゃないのっていう話なのよ。それをあんた何て言った？もう分かった。分かったからすぐ怒らないで。みんなが楽しみにしてた気持ちは分かるけどっていうつぶやきもしたよね。怒らないでって、お前がこういうことつぶやくからそうなったんだろ？でしょ？原因あんただよね。あんたから絡みに来たよね。俺あんたに絡みに行ってないよね、俺から。で、最後何？やめてとか言いながら、なんかポロッとつぶやいただけでフォロワー増えました。ありがとうございます。こういうのが売名にも見えるし、あざといなと思われるから余計荒れるんだよね。てめえ自分で言ってること分かってる？外野から入ってきて。そういうあざとい性格の悪さにみんな切れてんじゃねえのかよ。おめえが悪いじゃねえかよ。だったらよ。そうなんです言っかとね。くけど、物対等で言えんのはこのさなえちゃんってことだけで、おめえ関係ねえんだよ、バーバー。そうですよ。いや、そうですよ、じゃねえ。ほんで、お前何？一で、応関係ないんですよ。後付けでツイッターにつぶやいてないのに黙ってろ。ツイッターにつぶやいてないのに死ねとか言ったのが気に食わなかったんですよって。だったらそれキャプって最初からつぶやいとけばよかったんじゃねえの？今つぶや、今言ったよね。何時間経ってんだ、バカ。大きな声ちょっとあんま聞こえなかったんです。開き直ってんじゃねえよ。だったらそれキャプってつぶやけばよかっただろ。4時間も前に。このリプが気に食いません。気に食わない。ここまで言うのはひどくないんですかって言えばよかったじゃん。それも言ってなくて、今言った今何時だお前、12時回ってバーカ。後付けで物言ってんじゃねえよって話だよ。逆ギレがよ、クソが。なあ、おめえが便乗してきたのは、これは誰が見ても絶対そうなの。謝るしかねえの。わかんねえの。で、何がフォロワー増えてたよ、しょうもね。正義感、ブリヒブヒブヒ言っといて、結局は自分は数字だけしか見てないし、売名できたらラッキーと思ってる、そのあざとさだろ、気持ち悪いな。はい、そうですね。死ねよ、てめえみてえなやつ。だからセンスねえから終わったニコ生でいつまでもやってんだよ、五流が。
なあ、はい、売名なんてみんなしたいけど、お前心の中で思ってんだよ。口に出すなよ。芸人が台本ですって言ってるみたいな寒いことをよ。なあ、そういう寒いことお前やってんの。だから聞いちゃってるとも思うし、売名と思っても口にすんな。かっこ悪い。配信者が。なあ、絡んでくんな。二度と気持ち悪いからよ。勝手にふわっちでこもってろ。あ、ニコ生か。知らねえけど。はあ、そうですね。わかるだろうがよ。配信で土下座でもしてろよ。ババアがよ。おかしいだろ。逆の立場だったらおかしいよ。なんでこいつに絡まれなきゃいけないよときっと思ってるよ。別に絡んでもいいよ。絡んでもいいから俺引用リツイートしてる。別に。絡まれて俺絡み返してる。はい。ちゃんと俺対応してるよ。対応する人には。やってんのに料理しなかったのお前だろ。料理もできねえの。何年配信やってそれだよ。情けねえやつだな。終わってるわ。本当に。うん、終わってるわ、終わってるから終われ。お前みたいなやつ、終わってるから終われ。うん。はい、しょうもねえから、クソ、外野がよ。二度と口出すんじゃねえ、ババア。ほんとに。気持ち悪いな、こいつな。死ねばいいのに。ああ。開き直りが。謝りもしない、こいつ。うん、だって完全外野だからね。ヘラ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 しやがってよ、合流生主が。めっちゃ笑ってる？笑ってるとか笑ってないか別にいいんだけど、つまんないってだけだよ、単純に。うん、相手の意見なんか聞く必要ないじゃん、外野だから。外野だから、うん、聞く意味ないでしょ、本当に。乗ってきた方なんだから。本当に、ただ単につまんない。余裕ぶっこいて、別に聞いてないですよとか、そういう風に装いたいのかもしれないけど、そんなの置いといて一個考えて、面白くねえじゃん。うん、乗りもしねえんだったら。じゃあなんでかけてきたの？俺に説教されるためにかけてきたの？うん、切れるなりなんなりしたら？うん、配信者なんだったらさ、別に。もう本当にそういうところが全部誤流。マジで。なんもできないじゃん。うん、なんもできないのに絡みに来るなよ。そこなんだよ。本当に。配信としてもクソ。うん、言ってることもクソ。うん、ただの便乗。で、売名どうのこうの。合流。そういうのが全部含めて合流。うん。本当に。はい、はい、はい、はい。情けねえな。だからやめろって言われんだよ。本当に。